Hi, everyone. This 今回は未解決事件。ちょうどイギリスで話題になっている事件です。彼女のお名前はニコラ・ブーリーさん。イギリスランカシャー州にお住まいでした。今年2023年1月27日に突然行方不明になってしまったんです。彼女が消えた1月27日、彼女の足跡を追ってみたいと思います。 朝8時43分、子供たちを学校へ送り届けました。彼女には2人の女の子がいて、9歳と6歳だそうです。その後、車でそのまんま近くの川へ行きます。ワイヤー川と呼ばれる川で、その川のほとりで彼女は犬の散歩をしてるんですね。犬のウイローを連れて歩いております。朝8時50分、知人とばったり出会っております。その知人も、 同じく犬を散歩させていたそうです。少し挨拶を交わしたということですが、この知人の方がどなたかなのかは公表されておりません。その3分後、1月27日朝8時53分、ニコラは自分の会社の上司へメールを送っております。メールなので時刻ははっきりと残ってるんですね、記録に。そして1月27日9時1分。 ニコラは会社の電話会議に参加するため自分のスマホからログインしております。これもスマホからのログインなので記録に残っております。そして9時10分、別の知人がニコラが犬を散歩させているところを目撃しております。これ不思議なんですけれども、ニコラは会社の電話会議に参加するためログインしたまま犬を散歩させていたのでしょうかさらにその10分後、9時20分、 川沿いのベンチの付近でニコラのスマホが会議にリンクしたままだったという記録が残っております。さらにその10分後、9時30分、電話会議は終了しました。ところが、ニコラはログインしたままだったんです。もうニコラはこの時点で自分でスマホを操れなかった可能性が高いんですね。会社も不審に思いました。さらに3分後、9時33分、 犬を散歩させている人が、ニコラの犬ウィローがリードから外れて自由に走り回っているのを目撃しております。この方はニコラを知らないため、その犬ウィローのことも知らないんですね。それで誰の犬だろうと思ったそうです。そして朝9時35分、また別の犬を散歩させている人が、川沿いのベンチで犬のウィローとニコラの携帯電話を見つけております。 ウィローのハーネスとリードはベンチと川の中間地点でその後発見されました。その1時間後、ニコラの家族にニコラが行方不明かもしれないという知らせが入ります。警察から知らせが入ったということなので誰かが通報したんでしょうか。さらにその後、子供たちが通う学校へニコラが行方不明かもしれないという知らせが入っております。朝11時、家族が正式に ニコラを行方不明者として警察へ届け出ます。翌日、1月28日、警察は動きまして、大きな捜索が始まります。ドローンが投入され、ヘリコプター、捜査権で一生懸命探したんですね。さらに、ランカシャー州消防隊も動き、それから、ボーランドペニン300救助隊、並びに、ノースベスト水中捜索隊がこれに加わり、水中からも、くまなく探したんですが、 全く見つかりません。さらにその翌日、1月29日、村の人々が集まり、ニコラ創作が始まります。ニコラはインスキップと呼ばれる小さな村に住んでおりました。ニコラのパートナー、ポール・アンセル。彼もこの創作に加わっております。正式な夫婦ではありませんが、12年間ずっと同じ家で付き合っておりました。 一日中参加し必死に彼女を探しております。とても辛いと発言しております。2日後、1月31日、70代の男性がニコラを目撃していたということで警察から発表されております。ニコラはセント・マイケルズ・オン・ワイヤーという小さな村の付近で見かけたと言ってるんですけれども、これはニコラが住んでいるインスキップ村から近い村です。 そしてこれが生前のニコラを見た最後の可能性が高いと警察は考えていたそうです。この時点で警察は生前のニコラという言葉を使いました。つまり、ニコラはかわいそうにすでにお亡くなりになっていると警察は考えていたことがわかります。翌日、2月1日、イギリスのデイリー・ミラー紙にニコラの両親の言葉が載りました。 娘はもしかしたら誰かに連れ去られた可能性があると、とても心配していると、その苦しい胸の内を話しております。2日後、2月3日、警察の記者会見が開かれました。警察の仮説としては、ニコラは不良の事故、誤って川に落ちてしまったのではないかということでした。この時点でまだニコラは見つかっておりません。その2日後、重要な目撃者とされた女性がおりまして、 イギリスの SNS などで様々な憶測が飛び交う事態になっております。あまりにも女性への攻撃的な言葉が多いため、2日後2月7日、警察は再び記者会見を開きました。加熱する目撃者へのこの攻撃ですよね。これはやめてほしいと。さらにワイヤー側へわざわざ乗り込んでいって、探偵のように嗅ぎ回る一般の人々が多すぎて、現場が荒らされると。 むやみに現場に近づかないようにという強い言葉で警察は発表しております。翌日、2月8日、水中捜索隊が会見しております。自分たちが探した範囲で川の中に水中にニコラらしき遺体は見つからなかったとこの時点で発表しました。2月15日、記者会見で警察はニコラがアルコール、お酒に問題を抱えているということを発表しております。 精神が不安定になっていた恐れがあり、それを考慮して警察は捜査していると発表しているんですね。彼女ニコラはその不安定な状態により危険にさらされる恐れがある人物として分類されているとも述べております。2月17日、イギリスの労働党元大臣、イギリスには労働党と呼ばれる政党がありまして、そこで元大臣だったデイム・ベラ・ベイヤードさんが 警察へ苦言を呈しました。つまり記者会見でニコラの失踪について、彼女の個人的なお酒の問題、これまで発表する必要があったのかと。これは彼女の個人的な医療情報であり、そういったことまで国、国民に対して発表する必要はなかったのではないかと苦言を呈しました。このデイム・ベラ・ベイヤードさんは、 法廷弁護士という資格も持っており、弁護士の立場からも、これはおかしいと言ったんですね。ところがその翌日、元警部部長のピーターさんが、これに対して反論し、警察を擁護しました。警察は一生懸命捜索をしているにもかかわらず、国民がこの事件へ最大の注意と関心を寄せており、捜索するのが困難だと非常に大変な思いをしているから、 あまりみんなは騒ぎ立てるなと言ってるんですね。そしてその翌日、2月19日、なんとニコラは遺体となって発見されてしまったんです。かわいそうにすでにお亡くなりになっておりました。現在当期これ2月23日に録音しておりまして、つまり今から3日ほど前にニコラが遺体となって発見されたことがわかります。これは 彼女が犬を散歩させていたワイヤー川のほとりです。ワイヤー川のほとりで彼女は変わり果てた姿で発見されました。ところがこれで終わらず、霊能者を名乗る人物が現れております。その霊能者は男性のジェイソン・ロスウェルさん。彼はあまりにも国民がニコラ失踪に対していろんなことを言うのに耐えきれず、 かわいそうに思って、彼女を探そうと、そのワイヤー側まで来ていたんですね。彼は友人一人と一緒にその川まで来ていて、その時集中して、あそこに遺体があると分かったそうです。それで友人を通して警察に、あの付近を捜査してください。探してみてくださいと伝えたそうです。それがニコラの遺体発見に、まあ、貢献したと彼は言ってるんですね。で このことを受けて警察はもちろん一般市民からの通報でニコラの遺体は発見されましたということを正式に認めました。その一般市民がこの霊能者のジェイソンさんかどうかはわからないです。それは警察は固くクに話さないんですけれども一般市民からが通報があって遺体が発見されましたと。で、さらにですね、検視などが今行われている状況なんですけれども、警察が最初に仮説として立てていた そのニコラが自ら間違って川に落ちてしまったっていうことはないことが研修の結果分かっております。自分から川に落ちたという形跡はないそうです。さらにジェイソンさんはニコラの家族のことを思ってあまりにもみんながいろんなことを言いすぎるのでかわいそうだからと自分の力をここで発揮したと。 ただ、その他の煩わしいことは自分はできないので、集中するために友人と一緒にその川に向かってニコラを探したって言ってるんですね。つまりジェイソンさんは全く表に出てきておりません。ちょっとしたその、なんていうの、タブロイド氏は動いてインタビューなどしてるそうなんですが、まだわからないんですよね。本当にその霊能力で探したのかどうかはわからないんですが、もしそれが本当であればすごいなと思うんですね。 さらに警察は、実はニコラは、この失踪する10日ほど前、1月10日に、警察官1人と、イギリスの保健局の係員が、ニコラの自宅を訪れていたことも発表しております。そこでアルコールの問題、お酒の問題があり、相談に行ってるんですね。この時警察は、逮捕はしなかったと言ってるので、逮捕されるような何か重大なことが起きていた可能性があります。 ただもうニコラは帰らぬ人となっており、これ以上、あれこれ詮索するのも可哀想だっていうお話と、ところがこれは事件の匂いがするからきちんと捜索しなければ、捜査しなければいけないという人で意見が鈍しております。結局、未解決事件のまま何が起きたのか、どんな経緯でそういうことになってしまったのかはまだ分かっておりません。まあ、時系列を追って、 で、ちょっと話してみたんですけれども、最初のその会社にログインしたところまでは生きていたんですよね。自分でログインしたと思います。これは1月27日9時1分です。1月27日朝9時1分まではニコラは確実に生きていました。ところがその後、ニコラがまあ、犬を散歩させているところが色々と目撃されていて、 で、最後に目撃したのがですね、1月27日、朝9時35分です。朝9時35分までは確実に生きていたと思われます。で、その後何が起きたのかっていうことなんですけれども、どうなんでしょうか。当期これ一番不思議なのは、警察が動き、水中捜索隊も動き、消防隊も動き、山岳救助隊も動き、村の人々も動いて、 みんなでくまなく探したのに、なぜその時に遺体が発見されなかったのかっていうことですよね。2月19日に初めて遺体が発見され、もしかしたらそれには霊能者の力があり、それで発見されたということなんですけれども、よくわからないですね。結局1月27日に行方不明になって、見つかったのが2月19日。まあ、約1ヶ月ぐらいで見つかったということになりますけれども、みんなが一生懸命探してる時になぜ、 彼女を見つけることができなかったのか。遺体がもしそこに同じ場所にずっとあったのであれば、その地点で探していたはずなんですよね。本当にくまなくワイヤー側一体を探したとおっしゃってるので、よくわからないんですね、そこが。結局、まだ未解決のままで検視も行われていて、よくわからないまま、ただ、あまりにも話題になってるため、ちょっと取り上げてみました。皆様は今回の事件のことどう思いますでしょうか ま、警察が仮説した自ら間違って川へ落ちたという線は消えました。では何があったのかわからないんです。かわいそうに、ニコラさん安らかに。トッキーでした。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。